こんにちは。テーマアカデミー堀秀夫です。好きな場所で好きな仕事をして自由に暮らすために Amazon を始めようというお話です。商品を送りつければね、あとは販売も集金も根本も発送もやってくれるという Amazon の FBA というサービスは素晴らしいです。これを使ってね、日本の商品を売って儲けましょうというお話なんですけど、ちなみにこの Amazon の素晴らしいサービス提供している えー、創業者ジェフ・ペゾス、えー、とうとうビル・ゲイツを抜いてね、えー、世界一の大金持ちになりました。えー、アマゾンの株が金曜日に高決算を受けてね、えー、13%値上がりして、まあ、それで、えー、この地球で一番のリッチストーンになったというような記事ですね。で、まあ、世界一の、まあ、大金持ちはともかくね、 じゃあ年収いくらというのが、まあ、この地球の中でね、どれぐらいの所得なのかという比較があります。年収500万でもですね、世界のトップ0.42%の高級取りと、物価の安い国なら贅沢ができます。500万円ね、えー、上位0.42%と。で あなたの収入は世界何万名の所得かというのをね、えー、検索して、日本人の場合は、まあ、ビザなしでね、世界157カ国に旅行可能です。わざわざね、えー、ビザだの永住権だの面倒な手続きと手間とお金をかけるまでもないということでね、えー、日本に溢れる、まあ、高品質低価格の商品を Amazon、オーストラリアで販売すれば、えー、月に200万円、 年間2400万ぐらい稼ぐことも可能です。年間2400万というのはね、世界のトップ0.05%の高級取りという金額になります。これだけ稼げてね、重要な生活を手に入れるために何をする必要があるか。Amazon での物販を始めるだけ。 脱サラしての企業とかね、借金して FC へ加盟するのと違って何のリスクもありません。まずは日本の Amazon で不用品を売ってみればその,その可能性に気づくかも。どんな商品が高く売れるか、Amazon を使う注意点は何か、効率よく稼ぐ情報を手に入れるなら、テンバーアカデミー輸出サポートを受けると良いです。パソコンが苦手だろうが、英語が苦手だろうが、何を売ったら儲かるかがさっぱり分からなくても稼げるようにサポートして